2023年の大晦日に放送される第74回 NHK 紅白歌合戦 NHK 総合にセブンティーンとストレイキッズが初出場する。このニュースを聞いて心が躍った系、ポッドファンはかなり多いだろう。最近の彼らの活躍ぶりを見ると、同番組の舞台に立つのは個人的には納得がいく。しかしながら、一般的な視聴者の中には、どちらもよく知らないという人も少なからずいるはずだ。そこで、紅白のパフォーマンスへの期待につなげるべく、2組が今年歩んできた道のりを振り返りたいと思う。セブンティーンは2015年にデビュー。彼らもまたメンバー自身が楽曲プロデュースを行うグループ。プロの作家が考えつかないような斬新なアイデアをジグソーパズルのように組み合わせたサウンドとパフォーマンスが最大のセールスポイントだ。2023年はグループの安定した活動とともにメンバーの課外活動も好調な1年だったと言えるだろう。最も印象に残った課外活動は、SEUNGKWAN、スンワン、DK、ドギョム、星によるユニット、ブソクスン、BSS だ。約5年ぶりのカムバックという話題性もあったが、何よりも復活作、ファイティング、フィート、イ・ヨンジの完成度の高さが予想以上の成功へ導いたように思う。コミカルかつエッジの効いたサウンドは、セブンティーンのファン層の拡大にも貢献したに違いない。グループも年明け早々から勢いがあった。2022年夏に出会い、意気投合した香取慎吾とコラボした、BETTING を1月にリリース。ジャズを意識した斬新な音作りでファンを驚かせると、今度は日本ファースト EP、ドリームが発売後3ヶ月ほどでミリオンになったとのニュースが届くなど、大物ぶりを誇示している。そして体調不良で活動を休止していた SEUNGKWAN を含めた完全体で4月にカムバック。DK が過去最高のアルバム、1、と断言した10作目のミニアルバム、FML を発表する。音楽的な冒険心に満ちた同作の初動売上は455万枚。その驚異的なセールスが一時的なものではないことを証明するように、京セラドーム大阪と東京ドームでファンミーティングを開催し、各会場を満杯にした。新作を出せば必ずと言っていいほど記録を塗り替えていくグループではあるものの、10月にリリースした11作目のミニアルバム、セブンティーンズヘブンは K-POP 史上初の初動売上500万枚超えとなった。彼らがこれほどまでに支持を得た理由は何か。11月にフランスパリのユネスコ本部で行われた第13回ユネスコユースフォーラムでメンバーの WOZY、宇治は次のように話した。僕らはアルバムを制作するときにメンバー全員のストーリーを入れます。定期的に行われるグループの会議で一人でも共感できなければ曲は完成しない。みんなが共感できない音楽はリスナーも共感できないと思うからです。2、自分たちでサウンドプロデュースを行う彼らだからこそ、メンバーが真剣に向き合った音楽をリスナーが共有する形、世界を手にかけてきた。一方、ストレイキッズは K-POP 第4世代を代表するボーイズグループで、プロデュースとサウンドメイクの能力に長けていることで知られる。2023年はその特徴をさらにアピールするかのように、ニズヤにパラダイスを提供。メンバーのバンムちゃん、バンちゃん、シーハンムビン、チャンビン、HAN、ハンによるユニット、3RACHA が作曲&プロデュースしたハートウォーミングなこの曲は、映画ドラえもん、のび太りと空の理想郷、ユートピアの主題歌として起用され、幅広い層から人気を集めた。2017年の結成以降、着実に人気と実力をつけてきた彼ら。当然のごとくステージ以外でも、その一挙手一投足に関心を持つリスナーは多く、日本のシンガーソングライター、イマセの、ナイトダンサーが韓国で今年を代表するヒットソングとなったのは、ストレイキッズが SNS 上で同曲のダンスにいち早くチャレンジしたのが一つのきっかけと言われているほどだ。ストレイキッズのファンは海外にも多い。特にアメリカでの支持層の厚さは際立っており、昨年1年間でリリースしたすべてのアルバムが同国の CD 販売量トップ10にランクイン。1、したのに続き、今年は最新作、楽し、スター、ロック、スターで、米ビルボードのメインアルバムチャート、ビルボード200、で4作連続1位を達成。さらに同作のリードトラック、ラク、LALLALA が米ビルボードのメインシングルチャート、ホット100、で90位に入るなど、勢いを増している。
特筆すべき点は他にもある。6月に発売した 3RD フルアルバム 5- スターは初動販売数が計、ポッド史上最高、同時となる461万枚に。7月にはロックフェスティバル、ロラパルーザパリスのヘッドライナーを務めた。これは計、ポップアーティストとしては初の快挙である。日本での人気も絶大だ。8月から10月にかけて4大都市を巡回したドームクラスの単独公演、ストレイキッズ 5- スタードームツアー2023は一般予約開始後5分で全席がソールドアウト。9月に発売した日本ファースト EP、ソーシャルパス、フィート、リザ、スラッシュスーパーボール、ジャパニーズバー、はオリコンやビルボードジャパンのヒットチャートで1位に輝き、出荷数も短期間でミリオンに届くなど話題に事欠かない。楽し、スターの記者会見でメンバーの SEUNGMIN、スンミンは、音楽を始めると決心した時も甘く考えていたわけではないので、ずっと長くやっていけると思うといい、シーハングビンは、こだわりのある音楽を書き続けていきたいと熱く語っている。その自信とこだわりを持ち続けたからこそ、国内外での大きな成功を手に入れられたのだ。セブンティーンとストレイキッズ、サウンドカラーは違う。しかし音楽に臨む真摯な姿勢は全く同じだ。両者は自信とこだわりを持ち続けて日々成長していく。その最新の姿が第74回 NHK 紅白歌合戦で見られるのだ。今まで系、ポップに関心のなかった人ほどぜひチェックしてほしいと思う。きっとそれぞれが放つオンリーワンのオーラを感じるはずだ。